今日の混み具合はどうでしょうか。一応暇つぶしのアイテムは持ってきましたけど。先生、大丈夫ですよ。私もさっき到着しましたから。先生こそお仕事はもう大丈夫ですか。そうでしたか。お疲れ様です、先生。それではいざ、モモフレンズショップへ。うわぁ、お店の前に列が。やっぱり限定ショップには人が集まりますよね。はい、何せ絶賛流行中のキャラクターですから。でも改めてこれだけ人が集まっているのを見るとファンとして嬉しくなっちゃいますね。というわけで、すみません先生、しばらく外に並ぶことになりますが大丈夫でしょうか。ありがとうございます。最後尾はあっちみたいですね。行きましょう。少しずつですが前へ進んではいるようですね。とはいえ待ち時間もそれなりにあると思いますので。じゃじゃーん、こういう時のためにモモフレンズのキャラクターが復習できるガイドブックを作ってきました。はい、前にモモフレンズについてお話ししてから時間が経ってしまったので一度振り返っておいた方がお買い物を楽しめると思いまして。あ、もちろん他のアイテムもありますのでその方がよろしければ。なんとなく先生ならそう言ってくれる気がしていました。ではガイドブックを使ってお話ししますね。最初に紹介するのはペロロ様です。もう覚えてしまっていますよね。ペロロ様のことはいつもたくさんお話ししていましたから。はい、ご存知の通り私の大好きな鳥のキャラクターです。長い舌が特徴で時々見せてくれるペロロダンスはとっても素敵なんですよ。そしてこちらは長い体のウェーブキャットさんです。前にお貸ししたネクピロのキャラクターですね。特技はダンスで実は液体という話もあるんですよ。こちらの小さいフクロウはビッグブラザー様ですね。見つめるだけであらゆる真実を見通す不思議な力を持っています。実はトリニティにはファンクラブまであるんですよ。時々メンバーの方がビッグブラザー様への愛を叫んでいるのを見かけます。いいですね。私もペロロ様への愛を思い切り叫んでみたいです。え、本当ですか。なら覚悟が決まったら一番に先生へ声をかけますね。その時はぜひ付き合っていただけると嬉しいです。それからこっちが哲学的なクワッカワラビーのミスターニコライさんとピンクのアルパカピンキーパカさん、いつも怒った顔のペンギンアングリーアデリーさんに、最後はあずさちゃんも気に入ってくれている黒い体に角の生えたスカルマン様ですね。矢印の尻尾がチャームポイントなんですよ。どうでした先生、モモフレンズのキャラクター思い出せましたか。よかった。詰め込みすぎた気もしましたがそう言っていただけると頑張って作った甲斐がありました。え、もちろん先生さえよければこちらのガイドブックは差し上げます。見返してもっとモモフレンズの魅力を知ってくださいね。うわ、気づいたらもう入店の順番に。
話しているとあっという間でしたね。それでは入りましょうか。うわあ、モモフレンズのグッズがいっぱい。棚にも壁にも店内全部モモフレンズ一色で、なんだか感動してしまいますね。買い物かごは、あ、そこでしたか。取っていただいてありがとうございます、先生。順路は向こうからですね。あ、見てください、あのぬいぐるみ。モモフレンズのキャラクターたちが店員さんの格好をしています。レジにいる店員さんも同じ格好をしていますし、きっとこのお店の限定グッズですね。あ、そうだ。せっかくキャラが揃っていることですし、さっきお話ししたことを覚えているかテストしてみるなどいかがでしょう。なんだか補習授業部の時と立場が逆ですね。ご本では問題です。この小さなフクロウは誰でしょう。わかりますか。正解、ビッグブラザー様です。さすがは先生、覚えていてくれて嬉しいです。ではもう一問行ってみましょうか。こちらの白くて丸い体に長い舌が魅力的な鳥さんは誰でしょう。違います。テペロ様じゃなくてペロロ様ですよ。で、その顔、先生、さてはわざと間違えましたね。もう先生、真面目に答えてください。もう一度。この白くて丸い体に長い舌が魅力的な鳥さんは誰でしょうか。正解、ペロロ様です。いいですか、次からは間違えちゃダメですからね。なんて。あ、話すのに夢中でお買い物を忘れていましたね。ペロロ様の限定ぬいぐるみと、キーホルダー、缶バッジを各キャラ一つずつ。このコーナーはこれくらいで大丈夫でしょうか。今度は向こうに行ってみましょう、先生。このあたりは雑貨系のアイテムですか。限定ではなく、すでに販売している商品ですね。私が持っているのもいくつかあるみたいです。日常にモモフレンズを取り入れるなら、こういうアイテムからがおすすめですよ。そうですね、先生でしたら、ウェーブキャットさんのシャーペンはいかがですか。グリップの部分がぴったり指にフィットするので、ずっと使っていても疲れにくいんです。私も愛用していますので、買ったらお揃いになりますね。それと、こちらの本機能付きのタンブラーもおすすめです。蓋付きなので倒れてもこぼれませんし、シャーレのオフィスで使うにはぴったりだと思いますよ。はい、ぜひ。使いやすさはこの私が保証しますので。私もボールペンとミニノートを買っておきましょうか。あ、絆創膏もなくなりそうだから新しいのを。私の買い物カゴいっぱいになってきちゃいました。でも今日のために頑張って節約してきたので、少しくらいお財布の紐を緩めてもいいですよね。ふぅ、お買い物終了です。予想通りと言いますか、結局たくさん買ってしまいましたね。でもとっても
てもいい買い物ができたので悔いはありません。あ、それなのですが、実はそこにショップ併設のカフェがありまして、ペロロ様のフードがあるそうなので、ファンとしてはぜひ食べてみたくて。それにちょっとお腹も空いてきましたし、なのでもう少し付き合っていただいてもいいですか？ありがとうございます。メニューはお店の前にあるそうなので見に行きましょう。ペロロ様のフードはペロロマンとペロロのペロペロクレープ。どっちも美味しそうで選べません。あれ、先生？そんな両方とも買っていただくなんて。いえ、むしろ私が付き合ってくれたお礼をしないといけない立場だと思うのですが。では、クレープの方をいただきますね。ありがとうございます、先生。わー、温かいクレープ生地の上にペロロ様のお顔が描かれたアイスクリームが。食べるのがもったいないですが、時間が経つと溶けちゃいそうですね。写真。そっちのペロロマンはどんな感じですか？肉まんにペロロ様のお顔が書いてあるんですね。形のせいか少し不思議なお顔になっていますが、これはこれで味があるような気がします。こちらも写真を。綺麗に撮れました。あ、食べる場所は心配しなくていいですよ。私についてきてください。えへへ、驚きましたか？実はここに公園があったんですよ。大きな道から離れていて少し見つけづらいですけどね。日中でもあまり人がいないので静かに過ごしたい時にはちょうどいいんです。私もお散歩や気分転換したい時、学校帰りに寄ったりするんですよ。本当は秘密の場所なんですけど、先生には特別に教えてあげますね。もう少し待ってください。この辺りにもベンチはあるのですが、向こうに行くととってもいい場所があるので、先生にもぜひ紹介したいんです。さあ、着きました。先生に見せたかったのはこちらです。とっても綺麗ですよね、この花壇。広くてお花がいっぱいで、それに季節ごとで植えられている種類が違うから、いつも来るのが楽しみなんです。今は白いお花がたくさん咲いていますね。小さくて可愛い。なんて名前のお花なんでしょう。先生はわかりますか？そうですか。確かにあまり見ない種類のお花ですし。はい、では写真を撮って。これでいつでも見返せますね。では今度先生のお時間があるときに一緒にこのお花の名前を調べましょう。あそこにベンチがあります。座りましょう。いい眺めですよね。花壇が一目で見渡せるおすすめの場所なんです。って、なんだか今日はたくさん私のおすすめについて話している気がしますね。でも先生はどんな話でも楽しそうに聞いてくれるから、
すごく嬉しかったと言いますか。改めてありがとうございます、先生。今日もこれまでも。ペロロ様のお顔が溶けかけて。大変です、急いで食べないと。いただきます。おいしい。ま、先生、ペロロマン一口もらってもいいですか。代わりにクレープをどうぞ。こっちも美味しいです。